ちゃっす。おはようございます。僕の友達のコウタくんです。コウタです。ちょっと自己紹介してください。はい。大学生のサッカー部で。オッケーっす。で今日はまあコウタの買い物についてでとりあえず。ちょっと10万円分、はい、ちょっと10万円分の買い物をね、やっぱりイケてる男が何を買うのかとか、はい、やっぱみんな気になると思うので、そういうところをやっていこうかなと思います。任せてください。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっととりあえずアースカフェに行きます。行っちゃいましょう。なんか人気らしいね。うん、本当ぼちぼち人気。ぼちぼち人気。俺に任せて。分かった、よろしく。とりあえずスニーカーを見て、その後カフェに。そうですね、行きます。拝見しちゃいましょう。ここですね。コッタの一番タイプな人ってどんな人なんですか？言っちゃっていいですか？全然人の名前を伏せて、はい、その特徴とかどういう人が好きですか？まあ、ちょっとロングで、はい、髪かき上げてて、うん、まあ芸能人で言っちゃっていいですか？あ、全然いいです。全然いいです。長谷川純さん、長谷川純さん、中村杏さん、はいはいはい、小畑ありさん、さん。おー、なるほどね。はいはい、来ちゃいましたね。代官山は今日アースカフェっていうところなんですけど、はい、まあとりあえずこの後コウタくんと洋服買う前に、その代官山のまあ、どっかちょっとおしゃれなところ1個挟んでから買い物しようということで、はい、アースカフェに来ます。いいっすね。はい、結構値段帯もね、それなりにちょっともうほぼスタバみたいな価格帯でいろいろ購入できるんで、テラス席も素敵で、皆さんもぜひ来てみてください。では引き続きどうぞ。レディーゴかわいいっすね。でもナイスチョイスですね。ありがとうございます。はい、いい感じです。うわ、おすすめなの。アースカフェさん来たことあんの？ナイス。まあ、結構スターバックスと、まあ、同じぐらいの値段帯で、ね、そうですね。何？フェラーリ取りました。あ、フェラーリ入りました。フェラーリ、そうですね。結構服、あとなんだろう、ここ全部飲み物じゃない？飲み物しかない。なんか結構オーガニック系の飲み物も売ってて、そうっすね。スムージー来たよ。まあ大体650円ぐらいかな、平均。平均ね。そんぐらいな感じしますね。じゃあぜひ皆さん来てみてください。めっちゃ人気なので、はい、言ったらオファーとアールグレイとホットが人気で、あ、最近だと暖かくなってきたんで、ここのシャーベット系とかも売ってます。そう。え、何これ？ここがコーヒーのシャーベット状になったもので、あ、これがそれにココアパウダーが加わったものと、こちらがバニラシェイクとエスプレッソが交互に入ってるもの。あー、じゃあ、ちょっと、まあまあ、これ気になりますね。カフェグラニータ、はい、ありがとうございます。こちらおすすめのアスカフェです。スムージー頼みました。一口いただきます。なんかふざけすぎて本当に美味しいのか伝わんない。まあいいけどね。まあちょっと、いや、うまいよ。ちょっと彼もね、Vlog が初めてっていうことで、そうだね、まあ、まだ慣れてない部分というか。いや、でも今必死に伝えた濃いって言うか、あ、濃いめってことね。そうそうそう、それは本当らしいですね。バナナ強め、この色に対してバナナ強めでした。あー、なるほどね。でもマジうまい。あ、でもうまい、うまい。もうがっつりフラペチーノなんで780円ぐらいかな。そうそう、結構ね。まあでも好きな人はみんなぜひ頼んでみてください。ちょっと一回飲んでみます。柔らかい。うん、普通。とりあえず原宿に着いて、チョコタグの買い物がここでするんですけど、なんだっけ、ビームスだっけ。はい、ビームス、ビームセーフ
そうそうそう、はい、なんだっけ、何買うんだよ。トフ&ロードストーン、トフ&ロードストーンのボストンバッグのボックパックを買うということで、はい、結構お高いらしいんで、そうちょっと一緒に見ていこうかなと思います。ちょっと久々の原宿でね、ちょっと今日の景色こんな感じなんですけど、ちょっとみんなに見せてあげて、ちょっといつも通り、はい、ちょっとそういうことなんで、ちょっと今日もよろしくお願いします。お願いします。うっす、レディゴー。ここは結構ちょっと見てください、ちょっと結構ハイテクなやつがあって、やっぱコロナの影響か、こういうのが出るんです。出るんです。いいっすね。入り口にこれ結構ね、うん、アルコールあるって素晴らしい。いや、ギャラクシーさすが、ギャラクシーさすが、いいっす。ちょっと今からちょっと最新の、これ最新ですよね、結構最新です。先月の2月28日に出たばっかりなので、へ、はい、他のものパカッと開けていただいて、ご覧いただけたらまたぜひ、はい、いや、スマホが開く時代です。もうね、折りたためちゃしまう時代なんですよ。すごいすごい、すごい来ちゃってるね、最高、欲しい、めちゃめちゃ欲しい。だけどそんな欲しいの俺、そんなに欲しい。煽る、これいくらでしたっけ。それが、だいたい日本だと18万着ですね。18？結構するっすね。結構するっすね。いいですね。あ、そんな感じ。なんかガラケー思い出すね。え、これでいけて、こんなことできちゃう、すごいっすね。手のひらかざすだけで写真撮れるので、おお、すごい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 。これをパーにしてもらって、これ写るような形で OK です。これで写真が撮れるので、元に置いたままポンと置いて自撮りしてもいいですし、ビデオツアーとかするときも、あー、いい、持ちやすい、持ちやすいですね。持ちやすい。あ、結構意外と、俺結構舐めてました。意外といい、意外といい、分かる、この便利さ。ヒントが、この、こう持てる便利さ分かる、分かるっすね。え、いい、いい、全然いい。18出す出す。出した、じゃあいっちゃいましょう。ちょっと待って、一回窓、俺11 Pro 1ヶ月前に買ったばかり、買ったばかりなんですよ、ちょっと超最近なんですよ。あー、ちょっとな、そう、ちょっと結構店内もね、オープンな感じで、はい、結構 Vlog 全然していいらしいんで、なるほど、え、なんかサウナみたいになってない。ちょっと思った、え、超サウナ感ある。上の方行くと暑いのね。あー、分かる分かる、うわ、やってるやってる、やめよう。今なんかボケてくれるかと思った。暗い、暑いし、なんなら、はい、ちょっと結構奥のブースまで入ってきたんですけど、なんか結構広めのモニターがあって、で後ろはあのサウナみたいな感じのデザインになってますね。っていうかサウナっすね。うん、てかデザインした人は多分サウナ好きだよ。普通にこんな感じです。でちょっと、はい、ギャラクシーのこのギャラリーがもう閉店閉じちゃうんで、もうこのままちゃんと買い物行きます。行っちゃいましょう。では行きましょう。本日さあ、いよいよやってきました、はい、本番ですね。です、あ、結構紳士、あ、キングスマンみたい、ちょっと紳士、キングスマンみたい、撮影が許可を得るか分かんないですけど、はい、結構やばい、結構やばい感じ、やばい、ちなみにこう、はい、ちょっとおすすめということで、わかりました。ボストンバッグを購入したいと思います。5万円購入します、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うっす、はい、ありました。こちらです。どうですか、今日買う、購入します。かっこいいね、でもね、ここが結構、ここじゃない、高級感すごいです。ここのとこ、ここじゃない、そうそうそう、ちょっとエルメスにバーキンみたいな、ありしきしたデザインね、はい、へー、いいっすね。今日は行っちゃいましょう。これ何が気に入ったの、そのでも、ここだよ、デザイン性だよ、ね、うん、ほら、あー、合うね、でもあ、もう、決定、はい、早っですはい、いや、すみません、いつもありがとうございます。毎度ありがとうございます。よく来てる、久しぶりとか、はい、なんかライブ配信してました、あ、ありがとうございます。7000円ありました。ちょっととりあえずカバンを購入して、
で彼がもう一個ちょっと気になってるやつがあるということで、このニットのシャツなんですけど、あ、これ着るとマクレガになります。不便所いつも胸張ってます。あの足の切り返し早いやつ、かっこよくない、うん、すごいね、ちゃんと買ったね。はい、店入って1分以内に購入を決めた男、畑山。そうですね、でも男性って早いって言いますよね。はい、そうですね、買うものが決まってましたけど、ね、あ、行った行った行った。何が、あ、行った今ほんとたった今なんですけど、あのミニ三脚がぶっ壊れて今1本、1脚になってます。マジマジ、これ普通に1脚なじ。でもこういうハプニング欲しかったけど、これはちょっといい目で、ね、買ってほしくないハプニング。確かにちょっとね、安いの買っちゃったんだな。はい、じゃあとりあえずね、はい、今日の Vlog 以上なんですけども、はい、どうでした、とりあえずやってみて。まあ今日久々に女子に会って、はいはい、まあ実際普通に楽しかったよね。あー、まあまあ久々だったしね、うん、で撮影をしながら楽しむって、うんうん、やっぱ最高じゃないですか。そうですね、はい、うん、でもその欲しいもの借りたし、はい、そうそうそう、どうでした結果。どうですか、いい買い物だった。うん、まあ狙ってたものが買えたんで。あ、しかもラス1、はいはい、そうラス1ってのもあったんで、ラス1ゲットしました。そうそう、ラス1の男なんで、はい、そうです、またぜひね、ちょっと、はい、あの僕の Vlog にちょくちょく出てくると思うんで、はい、ぜひよろしくお願いします。コウタです。はい、コウタ君覚えててください。あ、インスタインスタ、あ、インスタ、ちょっと概要欄に、はい、貼っときます。お願いします。あの、あ、ブランド、そうそう、ブランドのこと。あ、デフィス。そう。あ、一応僕も、ブランドを持ってて、服のブランド持ってまして、はい、デフィスというブランドをやってます。もうちょっと声張った方がいいですね。そう、本当に入んないから。入んないの？こんにちは。近いですかね。大丈夫、大丈夫。ブランドのことは今いいや。あ、いいですか。ちょっと今、活動中。あ、どうです、今のカットで。はい。あ、停止してんの？今ちょっと、そう、じゃあちょっととりあえずブログは以上になるんで、はい、ちょっと次回もね、もう少し企画性を含めて撮っていきたいと思うので、そうですね、ちょっと皆さんぜひチェックしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。